さあ、ここからですね、トークの方を進めていこうと思います。新しいエネルギーから未来の村へということで、こちらのもうね、だいぶ暑くなってきまして、もういい感じで発電しておりますけれども、こちらの、ソーラーシェアリングドーム会場になっておりますね。こちらの方の、ソーラーシェアリングという技術者であります東光弘さんお呼びしまして、進行の方を進めていこうと思いますので、はい、そろそろ東くん呼んじゃ う、 そうです、ね、ちょっとじわじわっと東くんの紹介から、はい、じゃあちょっと前のめりな感じで進めて、はい、東光弘くん、このソーラーシェアリングの技術開発者です。拍手でお迎えください。はい、あ、皆さんこんにちは。千葉県匝瑳市というところから2時間ぐらいかけてきました。畑の上で太陽光発電をやってます。つっても、隙間だらけの細いのでやって、下では無農薬の野菜を育てて、今年からそのソーラーオーガニックビールを作ったり、お醤油作ったりとか、そういう活動してます。南部君とは古くて30年ぐらい前から、そうだね、お茶の店ガイアっていうのやってて、まあ、当時から大根からソーラーパネルまでって俺たち当時から言ってたよね。言ってました。大根、無農薬の大根がこう並んでるとこに太陽光パネルをやって、まあ、僕たちの場合健康にいいから大根売るんじゃなく、無農薬の大根売るんじゃなくて、地球環境にいいから、その無農薬の大根を売るっていう、それが、まあ、この3月11日っていうのはくしくも午後に、まあ、こういう地震があって事故が起きたわけですけど、午前中にこの固定価格買取制度っていうのができて、まあ、僕たちみたいな小さい規模の人間でも自然エネルギーに入るようになった日でもあるんですね。で、まあ、先ほど、まあ、杉戸さんも大地さんも言ったように、まあ、今日っていう日がまた皆さんと一緒に明日からっていうか、まあ、ある種元年というか、お正月、新しい時代のお正月になるように、今日は楽しく皆さんとですね、情報交換していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いいたします。ちょっとステージを片付いてきたところで、じゃあもう一人、飯田勝成さんも呼んじゃいますか、はい、ちょっとじゃあ紹介してもらいます。はい、あ、じゃあもう一人、僕がですね、5年前にこの会社を起こしたんですけれども、ちょうど2012年7月地震が起きて1年後ぐらいですね、この飯田哲成さん、ICEPのですね、代表の飯田さんの講演会を、その時は僕は一聴衆として聞いて、飯田さんの話にすごい感銘を受けて、もうこれからこれでいけるんだっていうことで、まあ、それまで食品の仕事、オーガニックの仕事してたんですけど、まあ、それに決別をして、まあ、自然エネルギーに変わった、そのきっかけとなった、まあ大先輩というか師匠というか、飯田さん今日ご登壇いただきますので、じゃあ飯田さんお願いします。お願いいたします。環境エネルギー政策研究所、飯田さん、はい、お願いいたします。飯田哲成さん、盛大な拍手お願いします。ちょっと一言お願いします。はい、環境エネルギー政策研究所の飯田哲成と申します。私もともと原発の仕事をやっていてですね、原子力 の、 大学と産業界と、それから電力会社と、国の原子力行政の裏側を20代のうちに駆け足に経験をして、今原子力村ってみんな言ってる今の使い方の、言い出しって私ってですね、30ぐらいになった時にもうこの中にいたらダメだというふうに思って辞めたのが今からもう30年ぐらい前でですね、まあ、そこから今自然エネルギーをもうずっとやってきてます。よろしくお願いします。まさに飯田さんの今おっしゃった通りで、僕自身は飯田さんのことをこの業界の仮面ライダーと呼んでます。体の手術は終わったんだけども、脳の手術をする前にこちらの優しいグループに来てくれたですね、まあ、逆に中を知ってるからこそ、こう相手の戦略といいますか方向性とかも逐一分かる方なんで、まあ、これ以上頼もしい、なんていうんですか、味方だなと思ってますんで、まあ、すごい最初にお会いした時、朝ですね、飯田さん当時テレビにしょっちゅう出てたもんですから、朝7時のテレビでスーツ着てたから、僕も講演会行く時に、じゃあ実況自分もネクタイしていこうと思ったら、現場に来たら飯田さんが破れたこうジーパンで来て、あ、なんだこの人はヒッピー系のこっち側の感性の人なんだってことを知って、なんかちょっとうっという、なんか嬉しい意味でこう裏切られたってなるんですけども、それから7年ということで、それで、まあ、ちょっと今日はですね、まあ、区切りの日ということで、まあ、飯田さん、まあ、とにかく政治的なこと、経済的なこと、技術的なこと、世界の動向の方がすごい一番分かっている方なんで、まあ、改めてですね、今日8年目ということ、8年経ったということで、まあ、この一連の中で今感じることなどちょっとお話しいただければなと思います。はい、本当に福島第一原発そのものに、私は原子力をやった頃に直接
出入りしたりいろんなことをしていたので、本当にあの事故が起きた時に、このために自分はなんかキャリアを築いてきたのかっていう、そんな、運命的なというかですね。で、今うちの研究所もそれから福島に事務所を置いて、もう私も週に1回ぐらい福島に出入りして、地域のご当地電力の立ち上げとかですね、そういうものを、サポートしてるんですが、原発のことを話せばもういくら時間あっても足りないんで、今8年目にこれから入って、世界全体の状況をこの後話すタイミングがあると思うので、まず皆さんすごく自信を持ってもいいというのはですね、やっぱり311のあの事故以前の日本と以後の日本はもう最近風化したとか、忘れたとか、みんなもう脱原発のデモもなかなか人が集まらないとか、あるいはもういろんな問題のところだけを見ていると、なんか日本社会変わってないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、日本原子力文化振興財団というですね、振興はなんか信じる方の信仰と書いてもおかしくないほど向こう側の人たちなんですが、そこが毎年世論調査をしている中で、311の前日本人は6割の人は原発推進容認で、批判的な人はわずか 16% だったんですが、それからですね、311以降毎年その調査をしている一番新しいデータで、日本で今原子力推進容認の人って一体何パーセントいると思います、皆さん。何パーセントいると思います。何パーセント、前の女性の方、何パーセントぐらい勘でいいですね、半分以上いると思う人、半分以上いると思う方、ちらはい、お一人 30% と、30% ぐらいを3分の1ぐらい、4分の1ぐらいに増えましたね。 10% と思う人、 10% をぐっと増えて 50% ぐらいの人がそう思う。なんとね、 1% なんです。 1%、 たった 1% なんですよ。僕拍手していいですよね。で、なんか今すごく誤解されさせられているのは、その 64% の人が、去年のデータで原発はいらないっていう。ただ今すぐやめるのか、今すぐは無理なんじゃないかというところでちょっとブレていて、そこがなんかあたかも原子力推進に見えてる。だから私は、BFAF というふうに言って、 BF はボーイフレンドじゃないんですけど、ビフォー福島、アフター福島というほど、日本の人たちはですね、福島の事故で決定的にエネルギー原発に関する考え方っていうのは変わっていて、もうそれはそこに自信を持ってこれからの未来を築いていったらいいというふうに思っています。ありがとうございます。僕がですね、今言ったのは、すごい事件をきっかけに人の心がすごい変わったよということ で飯田さんと出会った時に僕が一番感銘を受けたのが、コミュニティパワーの3原則ということで、そういう市民によるこういうものですね、要するに大きい資本がこう何ですか、牛耳るようなやり方じゃなくて、そのあたりの動向というのはこの8年でこう変化というのはあったんでしょうか。はい、やっぱり、このなんていうか、今のもう圧倒的多数の人が原発いらないし、エネルギーはもう人任せにしてたら大変なんだっていうのがみんな潜在意識で持っていて、それがすごく皆さんの背中を後押しした豊かな土壌になってると思うんですね、社会的な土壌になっていて、でそれでいて、東さん自身もそうだし、自然エネルギーで巨大原発とか巨大石炭火力を作る、作る必要は全然ないんですが、のは素人じゃできないし一般市民じゃできないんですけど、太陽光とかちょっと頑張れば風力とか、そういうことは地域でみんなで協力すればできるレベル、手が届くレベルですよね。だからすごく311の後世界的にも爆発的に増えたんですが、日本でやっぱり一番希望が持てるのは地域でみんなでエネルギーを作ろうというのが今だいたい300ぐらい日本全体で広がってきて、であと東さんたちがやられてる営農型とかですね、そういう新しい技術も広がってきているので、そこはすごく希望を見ることができるんじゃないかというふうに思います。ありがとうございます。この上にあるのもソーラーシェアリングの1形態で、これビニールハウスタイプで、普通の畑タイプとか田んぼタイプっていうのもあるんですけど、ソーラーシェアリングのシェアっていうのが、日本語にすると分かち合う、
それでまあ分かち合って地域の人とか気持ちが合う人と共生していこうっていう、そういう心がある自然エネルギーが、そういう市民発電、コミュニティパワーとともに広まっていったらいいなと思います。それでは次にですね、あの WWB 株式会社の代表リュウさん、ご登壇お願いします。そしてあのミュージシャンもとても素晴らしいギタリストの杉蔵さんにもご登壇をお願いいたします。お二人方どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。本日はですね、 WWB のリュウさんには、まあ、いわゆる実業家として、そういう一人の起業家として自然エネルギーっていうのをこれからどういうふうに考えて、またこれまでどうやって来てくれたのか、そういったことを主に語っていただきたいと思いますし、杉蔵さんには心とかアート、まさにアート精神もうそういうの生きるってことだと思うんで、生きる上で食べ物やエネルギーが大事だと思うんで、そういった観点から自然エネルギーについて今日いろいろお話を聞ければと思います。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず本当にあの今日の協賛でですね、このソーラーシェイングドーム設営いただいた、まあ、リュウさんの方から、まあ、このいう商品がですね、こう生まれたきっかけですとか、まあ、この8年間の間に、まあ、リュウさん自身も皆さんご存知の方も多いと思いますが、311でこうもう爆発寸前になってしまったように、こう大きな巨大なキリンというですね、水放水車をですね、 WWB がもう香港の港、もう横浜の港でしたかね、とかの上海の港からですね、大阪の南港そう、もう行く予定でもう売り先決まってたのに、もう日本が一大事だということで、もうこちら福島にですね、もう自分の判断一句も鶴の一声で持ってきてきたっていう、まあ、そういうスピリットを持った起業家なんですけども、まあ、そういうリュウさん自体がですね、こうどういう思いを持ってやってこういったものがあるのか、その辺について、まあ、技術的なことも少し交えてお話しいただければ嬉しく思います。はじめまして、リュウと申します。今日ね、こういった、3.11 ですね、3.11 は昔だと、まあ、何の日かわからないんですけど、今ね 3.11 は、世界、的にもですね、まあ、日本の東日本大震災の日だなというふうなことはもう、まあ、有名な日だけれども、まあ、悲しい有名な日だと思いますね。ただ、まあ、詐欺杉蔵さんおっしゃったようにですね、悲しいばかりではなく、これを機に希望を見えてくるような日にしたいと、まさしくそうかなと思います。それでは、まあ、さっき東さんから、ご紹介あった、3.11、我々カランダーあの大キリンということで、まあ、もちろん我々一人でできるものではなく、まあ、いろんな方絡んだものではあるんですね。それがなければ実は、仮にあの原発が爆発した場合に、東京には場合によって今人が住める状態じゃなくなるとっていうことも、まあ、なくもないかなと、まあ、よかったのはですね、なんとかいいタイミングでその大キリンというものが、水を入れて冷やしたこと、実はですね、皆さんあのシンゴジラ見られたことはありますか？シンゴジラ見たことある人たくさんいます。実はあのこのシンゴジラ最後にこのゴジラを、東京駅前くらいですかね、化学品を口の中から入れたあのコンクリートポンプ車っていうのは実はその時の大キリンっていう発想からですね、それにインスパイアされてあの画面になってるってことですね。そうですね、まあ、その中にですね、まあ、上海から3台のその大キリンを入れたとっていうことは、まあ少しフィクションが入ってますからね実は1台でした、はい、まあ、そういうことで、まあ、我々ですね、3.11 以来ですね、やっぱりまあ、日本においてはやっぱり太陽光、まあ、グリーンエネルギーの意味が2つあったかなと思います。一つですね、我々最初のビジネスのきっかけとしてはやっぱりあの CO2 削減と地球温暖化防止から入ったんですね。私も実はあの学生の時から、今から数えてみると16年前ですね。その時から実は1枚のポスター、北極白熊
氷の上を乗って漂流されていく、写真をですね、このポスターにあったんですね。それを見て我々人類が壊した地球を、地球の中ですね、我々ちゃんと、この地球を守らないとこの地球はどういうふうになってしまうかと、住めなくなる地球になってしまうことを非常に危機感を持って、生意気があってですね、それで学生時代から会社を起こして地球守る活動をするじゃないかと、そういうことはまあきっかけではありますけど、最初のきっかけはそうでした。ただ日本においてはソーラーおよびグレーンエネルギーの意味はそれだけではなく、もう一つの意味はやっぱり原発、あるいは、ね、原発にもないグレーンエネルギーを作ることはもっと大事じゃないかと、今の時点もですね、今日の時点でも、東北地方は5万2000人、帰宅できない方はまだいらっしゃると、これは単純に地震があったからというよりもですね、やっぱり原発があるからじゃないかなというふうに思います。そういうことで私たちね、このソーラーの開発、ソーラーシェアリング、太陽の恵みを、入れながらですね、ちゃんと農業を守っていこうと、詳しい話は多分私よりも東野さんの方が、もっと、実践的にですねよくご存じかと思いますので、その後ほどまた話をさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。リュウさん、ありがとうございました。杉戸さん、この、ソーラーシェアリングって、普段だと畑の上で、農業となんていうんですか、太陽光っていうことで両立でシェアリングなんですけど、これだとなんかステージっていうか音楽なんかにも応用できるかなと思うんですけど、こういう新しい印象の自然エネルギーについてちょっとなんですかね、イメージがあればお伝えいただければと思います。そうですね、僕はソーラーシェアリングの存在を知ったのが5年ほど前かな。相当早いですね。まだ世の中でほとんど認知がなかった頃です。そうですね、それも実は鍋最初でしたね。なるほどです。南相馬で、確かに5年ぐらい前から南相馬で十数個の設備がありました。はい、これが実用化されたら素晴らしいなと密かに思っていながら、同じ時期に実は、先ほど龍さんにちょっと今後何とかしてよって話なんだけど、僕の家もねソーラーを取り入れられるようなインフラを作って改築をした。で、やっと僕らが待っていた技術が生まれたなって気がします。やっぱり5年前10年前だとソーラーパネルはやっぱり重たいし、そうですね、でかいし、もちろん費用もかかるし、それが今はねビニールハウスの上に置けられるレベルになったってことは、やっぱりリュウさんをはじめとしたその開発者や企業の方々にすごく感謝。で、同時にやっぱり物事が進化していくことって、僕らその市民やユーザーが求めないと良くないので、5年前から比べてこの進化っていうのは些細なことのようでいて、僕にとってはすごく大きな嬉しい情報ですね。確かにこうハードがどんどんこうイノベーションして変化することで、それをどういうふうに使っていくかとか取り入れていくか、なんか携帯電話も最初はビジネス用に行ったけども女子高生に大ヒットして、今では持ってて当たり前となりましたけども、ドイツなんかだとソーラーアーキテクスチャーっていう、こう本があって、増えてくってことは人目に触れてくんで、こうどれだけ美しくこう都市景観にマッチしたようなものがあるかと、そういう考えがあるんですけど、はい、これから井田さん、こう日本で増えていくにあたって、その辺の都市景観についてこういう技術なんか応用できる可能性ってあるんでしょうか。応用とか、まず応用を必ずしなきゃいけないと思いますし、都市景観もそうだし、自然とか地域の景観とかも必ずそのマッチしないといけないですね。ドイツとか北欧とかだと、向こうは風車の方がどっちかというと多いんですけど、もうあらゆる土地がまずその、人間環境からちゃんと、多分風車とかの音がするからそこは外す、それから自然を大事にするところは全部外すと、で、歴史的な教会だとかそういうところも全部外して、こうあと全部外していくとですね、実は風車とか太陽光を作っていいところってほんのちょっとしか残らないんですよ、土地利用計画上。でも太陽エネルギーって、風車も太陽光も太陽エネルギーですけど、
地球全体でいうと 0.5% ぐらいあれば、あの1時間降り注ぐ太陽エネルギーで今文明で使ってるエネルギーを全部賄えるので、それを逆に言うと土地は本当に 0.5% の土地があれば、あの全エネルギー賄える電気だけで。それは地球上の 0.5%。 地球上で日本は結構使ってるので、それでも日本でも 2% です。地球上の 0.5% どのぐらいなんだろう。四国ぐらいかな。もういや本当にちょっと本当ちょっと四国全面に太陽光を引き継げれば、はい、地球全体のエネルギーが、はい、でそれを分散的に、あの例えば建物の屋根、それからあの農地とか、もうすでに人の手の入ったところを優先してちゃんと使えば、しかもそれを美しく使えばですね、本当に人間社会と寄り添ってエネルギーを使っていきますね。素晴らしいのが、はい、建物が太陽光に全部敷き詰められたルックスめちゃかっこいいですよね、はい、さっきの太陽無償みたいになってね、あのドイツの国会議事堂はみんなそうなんですよ。あ、素晴らしい。あの屋根みんなシースルーの太陽光で光が入ってくる形で、あの民主主義が語られてるんですよ。そういう意味で言うと、このやっぱり軽量化っていう開発ってとても重要ですよね、景観に関しては。リュウさんどうですか、その景観とか、これからまあいろんな形でこう自然なものになっていくっていうか。そうですね、まあ我々の一つ使命としてね、やっぱりあの、メーカー機能もありますので、いかに、今世の中にフィットするあの合うようなね商品開発、まああのそれ努力するのもまあ我々の企業かなというふうに思っています、はい、ありがとうございます。なんかあの最近だと山を崩すようなこうメガソーラーが地元の人からやっぱ反対になってて、まあ自然エネルギーが増えるのはいいけれど、木切っちゃったらその後こう山の生態系が壊れちゃうわけだと、ちょっと残念っていうのがすごくありまして、そうするとなんか自然エネルギーなんか壊してんじゃよくないじゃんって感じになっちゃって、それだとなんかじゃあ原発でいいの、火力でいいのって言った時になっちゃうんで、なんとかこういろんなこう心の部分を含めた広がりみたいなのがあったらいいなと思うんですけど。ソーラーシェアリングの方法だとその土地や土壌を壊さなくて済みますよね。おっしゃる通りですね。すごく重要ですよ、うん、ソーラーシェアリングの場合だと僕らだと無農薬で野菜作るもんで、まあ、太陽光パネルで CO2 を減らし、植物の光合成で CO2 を減らして、地面の中にこう微生物が有機栽培だといるんで、土の中の微生物が空気中の炭素とか窒素を固定化してくれるのも3段階で、まあ、やっていきたいなっていうようなことでやってるんですけど、まあ、全ての環境問題ってどっかしら全部つながってると思うん で僕の中ではなんか環境問題って、まあ、アートとかスポーツとかそういう人の気分とかそういうのもひっくるめて環境問題かなと思ってて、まあ、だから杉蔵さんにはとりわけこう皆さんとこう普段こう演奏っていう形でコミュニケーションしてると思うんで、その辺でこうこれからの自然エネルギーっていうものがこうアートとかその精神っていうところで、まあ、例えば僕の希望としては自然エネルギーが広まってなんかアートとか人とのこう優しさとかそういうのもセットで広まってくれたらいいなと思ってるんですけど。素晴らしいですね。あのやっぱり佐藤泰治君がずっとやられてるソーラー武道館、本当に音がいいんです。でもちろんその意思をもとに集うミュージシャンやあのファンの方々のやっぱりレベルが高いと思う、意識レベルが。でそれってポジティブな伝染に必ずなりうるんですよ。僕も演奏させてもらったり、そして例えば自分のライブを例えば水素でやったり太陽光だけではないんですけど、大事なことは自分たちがその分散型としてね、その中央に任せるのではなくて順番分散型で個人が電気をちゃんとあの発電できる状況を持ち、結局いつも例えるのがお刺身なんですけどね、うん、その心は この場で発電したものすごく息のいい電気っていうのはめちゃめちゃ音がいい、ピュアな電気のあのうまみとか恩恵をそのまま使えるので本当に音がいい。本来は我々がねジャック突っ込んで使う電気っていうのはやっぱり数百キロ電線を通って発電されたものがどんどん劣化してノイズが混じって放熱してほとんど味噌カスみたいにしか残ってない電気を我々は使っている。でそれって要は遠くでね
漁師が取ったお魚を冷凍してタンカーとか運んで、タンカーはオイルか、船で運んで、我々がスーパーでね買ってうちに持ち帰って、初めて包丁を入れて食べるお刺身と、やっぱり船の上で釣ったものをそのまま食べるとどっちがいいんだっていう話なんです。なので実は環境にいいということは、電気だけじゃなくて、例えば地産地消もそうですね、実はそれは美味しいし、クオリティが高いし、ハッピーなんですよ。だから大事なことはそこだと思うの。もちろん環境のことを考えて、地球の、未来を考えて、その正義感、意志で動くことはとても大事なんですけど、一般の人はなかなかそうならない。我々はね、正義感強いんですよ、ここにいるってことは。一般の人はね、自信持っていいですよ。そうです。自分は、普通は自分が良ければいいので、うまければやっぱり嬉しいし、音が良ければ嬉しいし、例えばルックスが良ければ嬉しいし、だから我々がもうずっとこうやって意識を持ってるこの活動っていうのは、結果的にはみんなが個人的な満足につながるんだってことを、もっと広まるとなんか一挙に爆発するような気が僕はとてもします。全く同感ですね。やっぱりすごいデザインとか、いろんな広い意味でのデザイン、あり方も含めたデザインが大事なのかなと思って、ぜひ、まあ、僕ギター、杉戸さんのギター超好きで、なんか他のギターの聴いてると、なんかスピーカーから出てる音が耳に入って、それで聞こえてる、音楽聴いてるって感じだけど、杉藤さんのギターっていきなりこう脳の中で音が鳴ってるような、そういう印象が、それだけなんていうか音楽的才能がある方がこうやっぱ自然エネルギーの電気でやると音がいいって、これやっぱオカルトじゃなくて、実際に交流ノイズっていうのがない状態なんで、耳がいい人ほど音がスコーンと抜けたような感じがあるんですよね。でそれは素人、まあ素人で失礼ですけど、ファンの方でもみんなわかる。あ、全然違うって。よかったです。これ、そうですね。素人来るんだからね、それは。PA は音がいいぞというのを皆さん、各ご家庭やお友達に広めていただけるとすごく嬉しく。だから本当は今ね、頓挫してるんですけどね、WBD で杉蔵モデルで、パネル1枚とスピーカーシステム作ろうって話があったんですよ。ストリートモデルみたいなやつですか？はい。こう路上でやるタイプですか？でもいいし、自宅でも、だから自宅でパネル1枚とスピーカーで、発電をして音を聞こうっていうシステムを作りましょうよって話が途中で止まってますね。うん、それ続けたいですね。ちょっと杉蔵さん、はい、ネーム入り の, パネルは我々の会社に1枚サンプルがねサンプルができてますね。売れるかもしれませんね。でも実はオーディオマニアの方って、極端な人はマイ電柱を持ちたいんですって。自分の専用の電柱、自分の電気なので、実はオーディオマニアになればなるほどクオリティを求めて電気を自分で起こすことにはすごく興味がある。そっちにうまく、なんていうのかな、フォーカスをすることができれば広がると思いますね、音楽の世界でいうと。ありがとうございます。ユウさん、今の杉蔵さんのお話を受けて、はいはい、まあ、そういういろんなあるぞと、そういう中で実業というか、まあ、メーカーとしてですね、まあ、これから日々こうどういうモチベーションを保って、まあ、5年後、10年後、20年後、はい、まあ、どういう日本、どういう世界、はい、そういう中でものづくりにこう行きたいなっていうお話いただけます。そうですね、まあ、杉蔵さんの話聞くと、いや杉蔵さんこの数年間相当ピングしだなと実は仮面を受けました。まあ、我々ですね、やっぱり商品作りでは、意味では、まあ、どんな商品を作っていく、あるいは、まあ、そもそもこの商品をですね、世界の社会のために何が貢献できるかと、やっぱりさっきは冒頭にですね、飯田さんを、紹介したようにですね、最近例えばこういうパネルもとかですね、相当安く、単価が安くなって、経済合理性ですね。今東アジアとかは、東南アジアとかは、例えば発電、売電金額も例えば1ワット、1キロワット発電1時間ですね、8円とか、あるいは6円とか、さっきどなたが聞かれたんですけど、これ100年使えるんですねと言われたんだけど、まあ世の中ですね、100年のソーラーまだね、歴史的には立てないですね。ただ40年ぐらいのソーラーすでに実証されてるんで、そうするとですね、単価はおそらく3円とか2円とか倍によってね、もっと安いとかできるじゃないかなと思うんですね。今までソーラーイコール高い消費だと、
ていう概念ですねを、まあ、我々の世界ではもちろんね、自分がやってる世界ではもちろんそれはもうすでに なくなってるんだけれども、現実的にはですね、やっぱり一番安いエネルギー、実はね、我々の、このソーラーはじめこういうふうに目指していることは、まあ、日々の我々だけじゃなく、まあ、今ソーラーメーカーたち、あるいは使命感を持っている太陽光業者、あるいはグリーンエネルギー業者ですね、まあ、追求しているテーマの一つかなというふうに思っています。ありがとうございます。企業家として個人的な、まあ、社長理由じゃなくて個人理由として、こう理由さんいつも言ってとにかく元気なんですよ、めちゃくちゃとにかくエネルギッシュだから、そういうなんていうか、人間も食べ物もエネルギーだし、人間もエネルギーだし、こういうのも自然エネルギーでエネルギーだけど、その元気が出るなんか自分の中のこうコツみたいなのあるんですか？そうですね、今日また一つ勉強になったことは、毎日のが新鮮な刺身を作ってると。こんなね、いいものを作って実は知らないうちに自分のエネルギーに変えてるじゃないかなと思うんですね。なるほどですね。それで何よりね、やっぱり太陽向けの仕事はやっぱり元気に出るんですね。まあこうだから朝晴れる日はもう今日ね、まあ雨の日でも元気のつもりだったんですけど、晴れなら、なおさらないですね。そうですね。ですので、まあ、ぜひね、この太陽光イコール太陽向けの仕事っていうふうになったイメージで皆さんね、今日晴れたら、また世の中にいっぱいね、無償なエネルギーを発電してるとっていうことをイメージすればですね、もっと元気になるじゃないかと思います。それは素晴らしいです。個人的に拍手です。ありがとうございます。無償でいいっすよね、なんか元気ね。で、飯田さんにちょっとお聞きしたいのが、まあ、世の中的にこう RE100 ということで、まあ、要するに世界中、まあ、リュウさんは実業家でいらっしゃるわけですけど、まあ、いよいよ立派な会社の社長さんたちも、もうこれ本気でやらないと間に合わないよということで、まあ、RE100 っていうのがあって、それと今日いる皆さん市民一人ここ、今日自分の交通費払って貴重な時間で来てくれて、そういう市民と RE100 って、そこら辺のコラボレーションとかどうウォッチしていったらいいのかとか、その辺ちょっと解説いただけたらと思うんですけど。そうですね、まあ、RE100 は実は日本から見るとすごく進んでいるように見えるんですけど、後追いなんですね。で、実は今何が起きているかというと、昔17世紀にコペルニクスが天動説から地動説を唱えたような変化が今本当に世界的には起きていて、これちょっと横道にそれますけど、英語だとそのままなんですよ。地動説はアースセントリック、天動説はアースセントリックで、地動説はサンセントリックだから、英語で言うとまさに地下から掘り出すエネルギーの時代から太陽エネルギー中心の世界にまさにサンセントリック的なパラダイムの変化が本当にここ数年間ぐらいで、起きていてですね、だから多分5年前に自然エネルギー 100% の社会を作ろうというと、まずプロの世界というか、さっきのプロエネルギーの専門家の世界では全く相手にしてないんですね。それが本当ここ 2,3 年で、いやこれは本当にできるんだということを、もうエネルギーの専門家も確信を持ってきた。で例えば太陽エネルギーはどんなスペースで増えてるかというと、太陽光発電が本格的な普及が始まったのは、1995年の日本からなんです。で、その時太陽光発電は世界の電気を まだ始まったばっかりので 0% ですけど、その7年後2002年には 0.01%、 1万分の1を賄いました。で、2009年には中国もアメリカも普及始めたので、それで 0.1%、 1000分の1、そして2015年には 1% で、0.01 が 0.1 になり1になっても、まだ100からするとゴミみたいなもんですけど、ただし6年半で10倍増なんですよ。ということはですね、多分来年から再来年2021年ぐらいには世界の電力の 10% ぐらいになる可能性がある太陽光で、2030年には
まあ、100とは言わないものも数十パーセント賄う。つまりあの0と100の間っていうのは50じゃなくて、あの売買ゲームで増える世界でいうと 1% を超えるが中間点なんですね。で実は太陽エネルギーの今の増え方っていうのはあの 100% に向けて中間点を超えたんですよ。で去年世界全体もう毎年増え方、去年原発109基分の太陽光は去年1年間増えて、一昨年はそれが98基分、その前の年は76基分ということで本当に増え方がどんどん増えて、まあ、リュウさん言われたみたいに過去5年で太陽光は5分の1の価格。で実はもう3円2円は実は実現していて、サウジアラビアで、この前入札されたのも1円台です、太陽光発電。もう本当にね、加速度的に広がってきている、その今真っただ中にいて、で、それでグローバル企業も特にアップルとかそういったところですね、一つは社会的責任で自然 100% 自分たちのイニシアティブでやろう、もう一つはデータセンターをそれでやった方が安いし安定してるしクリーンだということで、データセンターそのものも再エネ 100% にしようというと Google とか Facebook とかやっているので、非常に自然エネルギーがリアルになったし、でそれを本当に今あのエネルギーの大転換がもう起きている。だからあのこれまでの福島からの8年の一番大きなことは、まさに日本語で言うと天動説が地動説に変わったんですが、英語で言うとまさにあの地動説というかサンセントリックなパラダイムにこの8年間で変わった今ただ中にいて、そしてその結果を10年後にはあの皆さんも多分あの誰もが今10年前スマホをほとんど持ってなかったのが、今誰もがスマホを持ってるような変化がこれからの10年で起きる、これもう間違いなくその傾向なんですね。そういった中にグローバルのあの大企業がある100と掲げて自然 100% を目指すことの、まあ、1億に加わったという形ですね、はい、ありがとうございます。僕もちょっとすごい今勉強になりました。だからある100っていうのはこうある種一つの表層であって、はい、まあ、その内的なパラダイスシフトが、まあ、すごい肝なのかなっていうことを学べて嬉しかったです。で、ちょっと最後にあ、そうですね、一言、皆さんが今、はい、あのおっしゃってくれたこの確率ってあくまでも太陽光オンリーの話ですよね、はいはい、だからそこに他にも例えば風力や、ね、ですね、あのもう時間がないんで、風力と太陽光と蓄電池です。あ、この3つが今エネルギー革命を起こす、あのこの3つだけがですね、作れば作るほど安くなって、しかもマーケットが広がって、そしてまた安くなってという、うん、今驚異的な変化を起こしているのはこの3つなんです。しかもこの3つは人間の知恵と経験と技術を積み重ねる、あのそして太陽エネルギーを捕まえる技術なので、地下から掘り出す汚い化石燃料や汚いウランというのはをもうまさに使わなくて済むストック型のエネルギーをから太陽エネルギーのフローを捕まえて文明で使うという非常に今面白い時代にあの移ってきたと。ついにも地球をほじくり出す必要がなくなってくるなくなっていきます、ね、はい、3つです一つ何でしたっけ、太陽光一つ太陽光です、風力もう一つ風力です、蓄電池バッテリーのことですね、蓄電池ね、これ3つ覚えて書きました、電気自動車です ね,、はい、ですね。ちょっとまあ時間の関係で、まあ、最後に、まあ、今言ったパラダイスシフト、まあ、心のこと、まあ、あともそうだし、エネルギーも食べ物もそう、社会の在り方もそうだと思います。その辺で皆さんからちょっと一言ずついただいて会の方を閉じていきたいと思います。じゃあ牛さんお願いいたします。はい、今日ここまでできているあの状況としてはですね、本当にまあスタッフの方々にまず感謝したいなと思います。で昨日もですね、スタッフの方、ここで昨日が、まあ、あの恐怖の中でですね天道を立ったり、また部材を運んだりですね、あるいは南米さんですね、さっきあのまあ、さっきもここで紹介した、他の方も含めて全部全員ボランティア、皆さんもボランティア精神でね、自分の電車代を払って、足を運んでいただいたということもそうなんですけど、これを一つ絆としてね、ボランティア精神をまたあの我々、まあ、あの2011年の 3.11 はその、非常に悲惨なその自然災害だけれども、それをね、我々、
心を一つにした、あるいはまた、それのきっかけにしてね、マイナスよりもプラスの方、まあ未来志向というような形で我々ぜひ手をつないでですね、この社会のため、地球のため、また次世代のためにですね、一緒に頑張っていきたいなというふうに思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは杉田さん、お願いいたします。はい、今年もこうやってピースオンアースに登壇できて本当に嬉しく思います。今年で8回目でしょ、多分6回目ぐらいだと僕思うんですけど、やっぱり、ね、3.11 で本当に多くのことを日本人は学んだんだよね。もちろん悲惨な経験です。なんですが 3.11 をきっかけにしてもう一度僕らが、ね、人との触れ合いを思い出したり、ゆうさんがおっしゃったようにそのボランティア精神、その自分の損得じゃなくて地域や仲間や家族だけじゃなくてもう国、そして地球より多くの支援に向けて日本人は手を取り合ってきたと思うんです。実は僕が当時原発に対して、そして六ヶ所に対してすごく異物感を持って、そしてそれを止めたいと思って活動し始めて今12、3年なんですけど、もうその頃にリーダーさんとお会いしていて、そこから比べると 3.11 を経て今見違えるように世の中変わっているように思います。先ほどね、飯田さんの説明にあったように今では 1% でしょ、原発を推進して、でも正直言ってその人たちも原発なかったらなかったでいいはずなんです、いいと思ってるはずなんですよね。だいたい本当の心地よさとか本当の安全さとか未来のためではなくて、やっぱり効率とか収益とか、だから今しょうがないじゃんっていうところで、その段階にいる人たちがまだ少なくない。なんだけど理想を高く持つことは僕は全然無駄ではないと思うので、5年後10年後30、じゃあこの子供たちが大人になった時にもう完全に自然エネルギーだけで世の中が動いている、それを目指してみんなで手を取り合っていくってことは 3.11 を経た、傷を経た今の自分たちができる特権だと思うので、これを広めていきましょうよ。10年後本当に再生エネルギーが全てのエネルギーを賄える時代になるために、僕らはその一助になれることを誇りに思っていいと思います。ありがとうございます。もうちょっと待って、ある種核問題とこの未来に対する想像力が共有できた時に具体的なアクションになるような気もするんですね。理想もそうだと思いますよ、理想テーマです。飯田さん、締めお願いします。はい、今起きている変化は原動力の半分は技術とお金の力、今グローバルで起きている大きな変化、残り半分はで、しかももっと大事なのは人々の力だと。これまでのエネルギー、化石燃料や原発はごく少数の力を持った、力とお金を持った独占者が作ってきた。ところが自然エネルギーは誰でもが作れる。で、もう本当にいろんな人が入ってきていろんなことをやって、それがみんな力になっていくので、本当に皆さん、今まで昔は地球のこととか世界のことってよそごとで、まあなんとなくいいなっていうよそごとで考えてたんですけど、これからは皆さんが一つ一つ、例えば新しい電気は新電力で自然エネルギーの電気に切り替えるとか、杉蔵さん の, 太陽光とスピーカーモデルを出たら買おうとかですね、東さんのところのソーラーシェアリングやろうとか、何でもやることは実はその世界の変化のに必ずつながってるんですね。こんな面白い時代はなくて、何をやってもその世界の変化に、手応えを持って参加できると、まあ、そういう時代に入ったので、もちろんデモも大事だしいろんなことをやるのも大事だけど、もう実感を持って帰れる時代に入って、ぜひ多分2年後の311から10年には太陽光は多分 10%、 風力も多分 10% 超えてる
時代ですし、10年後はもっと数十パーセント自然エネルギーが賄っているということを期待しながらですね、皆さん自身が動くことがその力になるという確信を持ってぜひ動いていただければと思います。どうも皆さんありがとうございました。本当にもう皆さん自体がね、集約してるんですか、人からこう集ったこう、この3人にも拍手いただきますけど、この来た人それぞれ同士でも拍手してるって、もう今日8年経って今日集ってる、もうすごい本物の優しさだと思いますね。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。なべこれで会の方を閉じさせていただきます。記念の部分でお話ししました。ありがとうございました。もう一度3人、3人に盛大な拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。拍手でお送りください。ラブラブリーさんです。リュウセイさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。リュウさん本当にありがとうございました。リュウセイさんです。ありがとうございます。挨拶していただきます。はい、高橋君ありがとうございました。頑張りましたね。はい、秋にソーラービール作りますね。皆さん検索してください。11月には彼の農場でね、操作で、収穫祭もあります。いつか杉戸さんにも来てほしいね。はい、どうぞよろしくお願いします。東くんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。